る瞬間ショップチャンネル。さあ今日もやってまいりましたお茶以降、もう皆様会を追うごとに本当に楽しい番組ですとかいろいろねご意見を寄せていただけてると思うんですが、今日はですね、担当キャスト、過去でお届けをいたします。なんで自分の名前を間違えるんだよって思ってらっしゃると思うんですけど、ちょっと一回ライブが終わるとですね、みんなちょっと軽くぼーっとするんですよね。ちょっとその時間がここに来ちゃってるもんですから、もう今日申し訳ございません。本当ね、ご粗相があったら申し訳ないので先に謝っておきます。すいません。さあ今日はですね、お客様から実は投稿テーマが来ておりまして、あずき2号様からの投稿テーマ、どうしても苦手なものを教えてくださいというテーマで、皆様からねいろいろコメントを頂戴してきてるわけなんですけれども、皆様にはもうねここで読ませていただいた方にはこういったね素敵なプレゼントということで、ステッカーどこに皆さん貼ります？案外ね貼らずに大切にねコレクションされてる方もいらっしゃるようなんですけど、ね、皆様もぜひご参加ください。さあではですね、まず、お一人目、これめくっていいんですよね。はい、ほらよいしょ、どうしても苦手なものを教えてください。ゆっぴー様、過去キャスト、こんにちは。こんにちは。どうしても苦手なものがあれば教えていただければ嬉しいです。あ、私の苦手なものですか、知りたいですか、知りたい。私どうしても見た目がグロテスクなものっていうのがもう全てダメで、まあ、それはもう本当に全てにおいて、全てのカテゴリーにおいてなんですね。例えば特に代表されるものがうつぼとかね、あとはちょっと土壌とか、あとあの怖い顔してるなんだしが、歯も、ああいうものはもう本当に現物をカットされてるものは大丈夫なんですけど、現物見た瞬間にもう食べられなくなるぐらいちょっと苦手ですね。でもちろんヘビとか、あとはヤモリとかそういうものもちょっと厳しいですかね。よろしいでしょうか。何も参考になったかどうか分かりませんけど、ゆっぴー様ステッカー送らせていただきます。ありがとうございます。あ、今日すごいねパチパチパチっていうのになっててね。 そしてカモミール様、どうしても苦手なものを教えてください。主人の実家でお正月料理に出たナマコ、申し訳ないですがあのフォルムがどうしても苦手です。私も同じです。ナマコなんてね、目の中にも入れられない、入れられない。いや、こう入れるんじゃないでしょ。いや、これ目の端っこにも無理っていうね、そういう、ね、やっぱりこうちょっと難しいじゃないですか。触る以前の問題でもこの視覚的にダメなものは、まあ、割と人もそうですし、物もそうですし、動物もね、植物とかもちょっと肝っていうねものはちょっと厳しいので、カモミールさんは私も本当わかります。フォルムがどうしても苦手、もう口に運ぶ以前の問題ですよね。わかります。私最初、あ、そういえばイクラになったのは大丈夫だったんですけど、イクラの筋子、あれも最初ダメでしたね。なんかこの赤いのがふつふつと、なんかちょっとね最初だからイクラになってれば食べられるんですけど、まあ、そういうねちょっとしたことなんでしょうかね。差し上げます。そしてニラノ様、どうしても苦手なものを教えてください。おはぎが苦手です。祖母の大好物だったのですが、子供心にもち米とあんこを一緒に食べるなんてと驚いていたのです。一度も食べたことがありません。食べず嫌いです。今もお彼岸のたびに冷や汗が出ますと。あ、私もちょっと、あ、ミラノ様本当気持ち分かる。私はおはぎは大好きですけど、これちょっとパンにねバターを塗ってあんこを乗せるっていう美味しい名古屋のトースターありますよね。あれも最初名古屋に遊びに行った時に、その友人の家に泊まったんですけど、そこでバターをふんだんに乗せた上にこういうあんこをね缶詰から出してこんな乗せてくれた時に、って思ったと同じ感覚だと思うんですけど、美味しいですよ。例えば、まあ、ご自宅であんこをもしお作りになるようだったら、ちょっと甘さ控えめとかにされると案外美味しくいただけるので、よかったら食べてみていただける。まあ、嫌いなものをね食べる必要はないですよ。ストレスですからね。やめましょう、やめましょうね。ミラノ様、ね、本当に冷や汗が出るたびに食べる必要なんかないので、気持ちだけね、お彼岸ですからね、まあ、ちょっとこうダムーっとねこれお供えさせていただいて、でちょっと横目で見ていただくぐらいでいいかと思います。無理することありません。ミラノ様にも差し上げます。私いつも思うんですけど、お客様からの投稿に対してね、私たちがフリートークでお返しするじゃないですか、コメントを。答えになってないな今日もって頭の中で時々思うことがあるので、答えになってなかったらすいません。はい、じゃあで続いてです。めぐこ様、人
人の名前を覚えることです。これがまあどうしても苦手なこと、わかります。とても失礼な話ですが、違うお名前で呼んでしまったりしたことも反省、そのうち反省も私のようにしなくなっちゃう可能性があるかと思います。何かいい覚えるコツなどがあれば教えていただきたいです、うん、あの私も本当にちょっとこう名前とか、あの結構うちのスタッフの女の子たちも今のあの可愛らしいキラキラネームだったりとかするので、男の子も大河君だったりとかね、あとやっぱりたくみ君だったりとかっていう下の名前だと結構覚えられたりとか人のお名前はありますけど、金口さんとか金井さんとかでカナダさんとか例えば何でもいいんですけど、よく聞かない名前っていうのは最初の1文字は浮かぶんですけど、その後がやっぱりつながらないっていうことがあるときに、あの覚える方法としてはちょっと誰かに引っ掛けるんですね。この人誰かに似てるなと思ったらそれを思い浮かべて、あこの人は山田さんだとか、でこの人はあの渡辺さんだとか、まあ、割と普通の名前覚えられるんですけど、ね、ちょっとこうあの ちょっとだけ、ま、ちょっとだけちょっと違う山田さんじゃなくて山浦さんとかそうするとちょっと覚えられなかったりもするんですよ。やっぱね、あの年齢とともにそれは仕方がないとは思うんですけど、あの名前ね覚えられないとしたら、あの私覚えられないんじゃなくて読めなかったりすることがあります。難しくて、その時にあのゲストさんにはよくゲストの鈴木さんです、お名前はって聞いてご自身で難しい下のお名前を言ってもらうことはありますけど、まあもしよかったら、まあちょっとこうね、あの覚えるコツがもしあったら、あのもし見てくださってるお客様が私はこんな方法で名前を覚えてるよなんて方法があったら、あの投稿していただきましたら、あの嬉しいです。私も参考にさせていただければと思います。めぐこ様にもステッカー差し上げます。ありがとうございます。さまようペンダント様、名前が素敵、ね、好きなのに苦手なものがあるんです。それは焼肉のホルモン、自分で焼くとどれだけ焼いてもいい、あ、どれぐらい、どれだけ焼いていいのか、どのタイミングで飲み込んだ飲み込んだらいいのかわからないです。同じ疑問を持っている人は誰かいませんか。好きなのに苦手、あ、ホルモンは好きなんだけれども焼き加減とか、まあね、私あれもちょっと実はですね苦手です。あのこの、まあ、さっき見てる生米グニュグニュグニュってね、こう食感とかもちょっとで、あのいやまず豚肉についている脂身っていうところも仕事だからしょうがなく脂も甘いですねっていう時あるんですけど、正直あれはもう自分のプライベートだったら避けて食べるっていうぐらいちょっとあのブニュブニュっていう人が苦手なので、ちょっと私はホルモンはダメですが、ただホルモンがお好きな方はね、すごく鮮度が良くてすごくあの美味しくてって、あのそういうお店に行かれて出会った方が、ね、いらっしゃると皆さん美味しいっていうんですが、どれだけ焼くのが焼いたらどれだけ焼くのかっていうとどうなんですかね。でどの別に色が変わるわけじゃないじゃないですか、茶色くね、赤くなってたのが茶色くなるわけじゃないから難しいですよね。あれあれですか、鮮度のいいものは生でも食べれるの。あ、食べれないね、やっぱ火を炙るぐらいで、炙っても硬くはならないもんね、あれね。あ、ちっちゃくなったら今度は噛みづらくないちょっとわかんないですけど、どうだ、まあ、ちょっと これ全てが疑問になっちゃうので、ちょっとこれも教えていただきたいですね。あのホルモン通の方いらっしゃったら、ね、裏返して 2、3回裏返せばいいんですとか、何分焼けばいいんですよと、その具体的なのあのちょっとこうね、あの指定があればちょっと教えてもらえればと思っております。さあ、あと52秒ぐらいしかないですね。これいきますか、いける、まだ、あ、駆け足で、ね、暑さが苦手、この暑は超過酷、暑いと何回も言っていたのに、行った回数カウントしておきおきされる方だと思います。日本を見つけようの現地中継再開待ってました。加古さん行かれるんですか。明日私も、それから赤堀さん と、島田キャストで3人で朝入ります。そして、リハーサルをして、翌日5日の日に朝10時から、あ、ね、10時から、中継が入りますので、すごい素敵な場所でやりますから、よろしかったらご覧になっていただければと思います。マングース様、あのちょっと暑い苦手に関係なくて申し訳なかったんですが、あの、ね、マングス様にもステッカー差し上げます。さあ、今回のタイトルはですね、こちら、どうしても苦手なものを教えてくださいというテーマで投稿お待ちしております。この後もぜひご覧ください。ハバナイスティー。ご当地自慢のアイテム探し、西へ東へ駆け巡る日本を見つけよう。今回は香川県から生中継。香川県といえばやっぱりうどん。そして